どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。 YU モバイルなんですけども、なんと新しくですね、1ギガあたり240円となります10ギガチャージをですね追加しましたというお知らせが来ました。これどういうことかというと、例えば毎月決まったねデータ通信量を使ってて、いやちょっと足りないなってなったら1ギガずつチャージできたんですよ今まで。ちなみに1ギガ300円でチャージできたんですけど、なんと今回ですねまとめて10ギガチャージできますよっていう風になりました。これはですねどういった人に向いてるのかっていうと、やっぱりその都度チャージするのめんどくさいよねと、まとめて一気にチャージしてほしいなっていう人と、やっぱりね YouTube とか、まあ、インターネットをガンガンやりますよ、もちろんゲームもやりますよみたいな人にとっては、やっぱりそのデータ通信量って多ければ多いに越したことはないんですよ。なのにまあちょっと足りない、また1ギガ追加、1ギガ追加、これめんどくさいじゃないですか。まとめて追加してくれるっていう方法が出ました、詳細なんですけども、 YU モバイルではこれまで2つのシンプルなプランをご用意し、電気やガスと同じように使った分だけの支払いができるように1ギガあたり300円という格安データチャージを提供してまいりました。さらに今回10ギガまとめてチャージすることで1ギガあたり240円となる10ギガチャージのご提供を開始することで、毎月10ギガ以上使う方も今まで以上にお得になりますよ。しかも1ヶ月で使い切れなくても有効期限がないので安心ですよ。よくあるパターンだと繰り越しスタイルってありますよね。今月使えなかった分を翌月に繰り越します。でさらにその翌月使いこなせなかったら消えるじゃないですか、翌々月には。なんですけどそんなことなくて、もう完全に使い切るまで残ってるっていう感じですね。こちらにちょっと書いてありますけども、シンプルプラン3ギガを契約で1ヶ月に10ギガチャージした場合、1回ずつチャージすると上の4690円ですね、10回チャージするとこういった価格になるんですけども、今回の10ギガチャージを1回やることによって4090円、つまり600円安くなりますよっていうことですね。これ今まで1回ずつチャージしてた人にとってはこれは嬉しいよねっていうお話ですよね。ちなみにですね7月15日からスタートしていて、これはですね YU モバイルを使ってる人みんなが使えますよということですね。料金は1回につき2400円ですね。でご利用方法なんですけども、マイページにて1ギガずつ追加する方法か、10ギガまとめてチャージするのかっていうのを選択することができます。なので、いやちょっと10ギガさすがに多すぎるっていう人にとっても、まあ、そのままね継続して1ギガで使えますし、いやまとめて10ギガいくでしょみたいな人も満足いただけるんじゃないかなと思います。でここに嬉しい一言が書いてあって、10ギガも使わないけど都度チャージするのは面倒だよねっていう方に、現在ですねオートチャージ機能の準備を進めていますので、こうご期待くださいませということで、それはですね今後オートチャージ機能が追加されるみたいですね。こちらも注目していただきたいかなという感じに思います。はい、というわけでですね、 YU モバイルがですね新しいですねデータチャージ追加してきました。 YU モバイルといえば2020年3月ですね、まあ、始まったばかりのヤマダ電機と U-NEXT の、まあ、合併会社による MVNO サービスなんですけども、ほんと新しいんですよね。なんだろう、これ以上に新しいの出てくるかなっていうぐらい新しいサービスで、非常にですね僕も注目しています。しかもですねこれ前も紹介しましたけど、音声 SIM なら今15,000円キャッシュバックしてるんで、気になる方はぜひチェックしていただければなという感じに思います。そんなこんなで今回ですね、 YU モバイルが10ギガチャージ追加するよっていうお話でした。お疲れ様でした。